私たちだけじゃなくて、あの、研究は一人で進められないので、日本の研究者がいろいろ集まったりとか、世界中の研究者が集まったりをしながら、えー、地球温暖化がどうなるのかというのを調べていますで。それには、調べているというのは、将来に行くことができないので、 今あるいろいろなデータや、それから地球を表すような計算の様々な条件を設定しまして、そこから1年、50年後、100年後がどうなるかということを計算します。で、その計算のもとになっているのが、マスマティックスだったり、それから物理だったりというところなんですけれども、そのいくつかの、その、 その方程式の中のいくつかの、えー、パラメータというあの変化させることができる条件をこう変えることによって地球がどうなるかということを予測するわけですね。でその中の一つが CO2 なんです。 CO2、二酸化炭素ですね。二酸化炭素が増えていくと、私たちのその地球がどうなるかっていうことを、その計算をする中の条件に入れることによって、えー、将来の予測ができるわけなんですが、その、その時に、えー、どうしてもここまでの条件をクリアしないと、 もう取り返しのつかないことになってしまいますよっていう境のところを決めるというのが非常に大事になってきます。それは、あの、いろいろなあらゆるあらゆる,あらゆるその条件を設定してみて、その中からあ、こことここの条件の間に、あの、確かな水、あの、 違いがあるっていうことを見出す、それが見出すための計算が膨大なので、そこにスーパーコンピューターが必要なんですね。ということで 私たちが、例えば、二酸化炭素をどんどん今出しているわけなんですけれども、それを何分の1にしたときには、元の地球に戻れる可能性があるのか、あるいは戻れないのかというところの境界の条件を決めるというのが非常に大事な話になってきてまして、でここがどの辺になるのかっていうのは、 実はもう少し、あの、大体のところは分かってるんですけど、もう少し詳しく必要が、あの、見ていく必要があって、で、そこを今世界中の科,あの科学者があ力を合わせて、キッピングポイントって私たち言うんですけれども、そこがどこかっていうことを見出そうとしているっていうのが今のホットな状況です。ホットなっていうか、今とてもあの、コンセントレートしてるところです。 でそういうことが分かると、そこに私たちが向かうためには、通常、普段の生活をどうしたらいいのかとか、あるいは経済をどうしていたらいいのか、あるいは産業をどうしていたらいいのかっていうことに、フィードバックするわけですね。でそこが科学と、それから社会をこう、つないでいく、非常にあの、 大切なところになるので、いつでも、あの、その、数学だったり、物理は、意識だけやってるわけではなくて、で、それが、必ず、その、社会とか、それから私たちの生活にどういうふうに結びついているのかっていうことを、こう、想像しながら、あるいはつなげながら考えていくっていうのが、非常に大きく大事なことなんだと、みんな考えています。